悪いんだ。あ、悪いんですか？体調崩したんですか？なんか総裁が亡くなったとか言って、なんか噂が流れたから、6日間ぐらいかな？YouTube やってなかったから、いや、そんなことねえだろうと思って、だけど総裁のテレパシーが聞こえたから、ちょっと大丈夫だなと思って、ちょっと心配してて。ああ、じゃあ、リチャードとエドワードってまだ日本にいるんですか？リッキーは日本語話せる、日本語書いたりできるんですか？あ、できない。できない。ああ、そうなんですか。誰か総裁の身内、大輔社長ぐらいか、じゃあできるとしたら。まあでもって、大輔社長一日に、まあでも仲悪いんですもんね。総裁にちゃんとお金払う、まあ自分と総裁にお金払える、ちょっと時間があるやつ、毎日家にいる人間みたいな、そういうの、一人か二人います？二人ぐらいだったらやらせてあげられるんですけど。裏切んない、絶対裏切んないみたいな。ちょっと二、三日で、探してみて、もう一回、総裁2、3日後に電話しますよ。え、もう、電話しなくていい。あ、本当ですか？なんで、せっかくいい話なのに、そう。